朝か、小石のご飯用意しなくちゃな。小石、朝だぜ。え、誰だこの女の子。なんでこんな子がうちに。それにやたら背が高くないか。とても同じ人間とは思えないのだが。ほうよう。あ、霊夢ちゃんもおはよう。よく眠れたかな。あ、霊夢。ご飯ご飯。はいはい、ちょっと待っててね。待ってる間に陽夢ちゃんたち起こしてきてくれる。はーい。はあ、え、聞き間違いじゃなければ今陽夢って言ったよな。どうしたのマリサちゃん、なんだか様子が変だよ。いや、この状況にマジで困惑してるんですが。お熱でもあるの。ちょっと小石に見せてごらん。え、ちょ、わー、食われる食われる食われる。ん、今小石って言ったか。仮に小石だとして。え、は、いつの間にて足が生えてこんなに大きくなったんだ。しかも普通に喋ってるし。今、私が小さくなってるのか。は、これってまさか。お熱はないみたいだね。あ、マリサちゃん、どこ行くの？か、鏡鏡、どこかに鏡は。あ、私、ゆっくりになってる。みょん。みょんみょん。うわうわ、よ、ヨウムまで、ということはもしや。しゃなしゃな。やっぱりかー。この子はゆっくり小石だった子だ。私がお世話してたはずなんだが、なぜか今はこうして立場が逆転している。それに霊夢に陽夢にさないまで。なんだこの光景。何故に4人並んで小石にたくさんウインナーを食わされてるんだ。あ、霊夢のやつもう食べきっちまいやがった。こうなっても食い意地だけは変わらないようだな。陽夢の分に手を出さなきゃいいが。にょん、やりやがった。にょにょにょーん。あ、こら霊夢ちゃん、他の子の食べ物取っちゃめったよ。ブー、ちゃんとごめんなさいしようね。ごめんなさい。シャナー、ニョン、シャナシャナー、ニョンニョン。あ、サナエちゃん、お利口さんだね。私は何を見せられているのか。マリサちゃんは食べないの？やっぱり具合悪い。だ、食べます食べます。なんだ、ちゃんと食べられるんだね。よかった、いつものマリサちゃんだ。ダウマさんは、転んだ。ダウマさんは、転んだ。ヨウム置いた、ニョン。一体何がどうなってるってんだぜ。あいつらは何とも思わないのか。ゆっくりを買う立場から急に買われる立場になったってのに。マリサちゃんはみんなと遊ばないの？え、あ、いや。やっぱり変だよマリサちゃん。お医者さんに見てもらった方がいいのかな。いや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 、元気とか元気じゃないとかじゃなくて、状況が状況だけに混乱しまくってて。マリサ、遊ぼう。で、霊夢、いや、今はそういう気分じゃないっていうか、それどころじゃないっていうか。あ、そうそう。ああ、わかったわかった。わかったから突っ張るなって。わあ。冷た？なんだここ。いや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 、真冬にプールとかありえねえって。気持ちいい。みょみょみょーん。しゃーなしゃーな。お前らのんきにプカプカ浮いてる場合か。いやいやいや、やばい。このままじゃマジでトトトト投資するぞ。え、なんだこの音。うわぁ、アウトに飲まれる。助けてくれお昼ご飯だよ。は、もうそんな時間って。なんだこの状況は。うふふ、美味しそうなあんまんが4つも。わあ、霊夢容赦ない。お前ら何をのんきに寝てやがる。逃げないとピンクの悪魔に食われるぞ。ふふふ、驚いた。でもまだまだこれからだよ。え、これからって。お月見にお腹いっぱいごちそうしてね。一体何が始まるんだ。だあ、霊夢に容赦にさない。今度はお前らに足が生えただと。マリサよしよし。マリサスリスリ。マリサちゃんプニプニ。よし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 。は、なんだ、夢だったのか。初夢がまさかのゆっくりになっちまう夢だとはな。小石の目線がなんとなくわかった気がするぜ。小石はどんな初夢を見てるんだろうな。